こんにちは。1月に発売した辰巳ゆうとさんの心機一転が新バージョンを発売し、オリコンランキング上位に返り咲くなど人気を博しています。ようやく各地での直接交流もできるようになり、故郷である大阪でも凱旋イベントができました。一歩ずつ実績を積み重ね、新たな境地を目指す辰巳さんの気持ちはどう変わったのでしょうか。今回はその言葉や真相版の話、そしてその中で口にした先輩歌手とのあるエピソードなどをまとめていきます。ぜひコメント欄にあなたの感想をお寄せください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。5月24日、辰巳ゆうとさんの今年の新曲心機一転の真相版が6月5日付のオリコン週間演歌歌謡シングルランキングで1位、週間シングルランキングで8位となりました。心機一転は今年1月に発売しており、16日付の同ランキングで1位を獲得していたため2度目の首位となります。また週間ランキングでは1月16日付の6位以来のトップ10再浮上となります。今年でデビュー6年目を迎え、2作目男の純情から週間演歌歌謡シングルランキングの1位獲得はこれで10回目を数え、辰巳さんの人気ぶりを表していますね。演歌第7世代の一人として、新型コロナウイルスという未曾有の脅威に襲われた演歌歌謡界をインターネットを駆使してファンとの交流を模索し続けるなどして活動を続けてきた辰巳さん、1月4日に ABC タイプが発売された心機一転は、何度もタッグを組んできた国恭介さんの詩に初のタッグとなった宮下賢治さんのメロディを乗せ、夢のために諦めず突き進む愚直なまでの生き方を歌い上げた人生賛歌。 CD ジャケットは蝶ネクタイにタキシードでフォーマルな装いとなっていましたが、今回新たに発売される DEF タイプのジャケットは初夏の爽やかな風を思わせるペパーミントグリーンのジャケット、ボーダーシャツといういでたち、タイトル通り心機一転されたビジュアルとなっているようです。 D タイプのカップリング曲には前作雪月花、 A タイプのカップリング曲長編歌謡浪曲沖田総司に続く浪曲に挑戦し、先月行われた5月薫風特別公演の第2部でも披露している江戸幕末の土佐藩士坂本龍馬の生涯を綴った長編歌謡浪曲坂本龍馬セリフあり語りあり何話説ありの全編10分40秒にわたる大作になっているといいます。 E タイプにはまっすぐな思いをストレートに歌い上げたラブソング二人は翼、辰巳さんのストレートな歌唱が魅力だそうですが、反対に F タイプには聴く人に勇気を与えてくれそうな爽やかなメッセージソング夢の坂道が収録されているそうです。心機一転とはまた違った歌の守備範囲の広さがうかがえる作品だとか。この発売を記念し封入応募試作も決定。 DEF タイプの CD にそれぞれ封入されている応募券合計3枚を完成はがきに貼って応募することで抽選でさまざまな特典が当たるそうです。 A 賞はなんと7月中旬に都内で開催予定のプレミアム特典会の参加券が100名に、 B 賞は直筆サイン入りポスター100名となっており、どちらも気になりますね。ファンとしては嬉しいところですが、辰巳さんとしては大忙し。14日まで公演した後、翌日からは新曲の発売イベントが赤羽会館などで行われ、あちこちを回り、ミニライブを行うこととなります。1月の発売時には夢を抱いてギリギリまで諦めることなく突き進む男の生き方を表現したという一曲に、2023年も最高のスタートを切らせていただくことができて、今年1年突っ走っていく覚悟ができました。
デビュー5周年という節目の1年を経て、またここからタイトル通り心機一転、初心を忘れずに新たなスタートだと思って、大晦日まで心機一転を歌っていけるように頑張っていきますと、大舞台での歌唱も見据えていた辰巳さん、今回の新装版発売で心機一転 DEF タイプを5月24日に発売させていただいて、6月5日付のオリコン週間シングルランキングでは第8位、演歌歌謡ランキングでは第1位という結果をいただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今回で通算10回目の演歌歌謡シングルランキングでの第1位ということで、改めてデビューしてからたくさんの皆様に長く支えていただいているんだと実感しています。感謝の気持ちを忘れずに、さらにたくさんの方々に心機一転を届けられるように頑張っていきます。そしてこの曲と一緒に長い歌の道のりを共に歩んでいきたいと思いますとメッセージをコメントしています。素晴らしい活躍を続けているだけあって、スケジュールも非常に多忙になってきている辰巳さん、先月は新装版の発売だけでなく、松平健さんらとの芝居などを含む5月薫風特別公演を行っていました。今月21日から26日にも愛知みその座のみその座六月公演に出演予定で、6月17日に東京ティアラ高等、7月15日に東京町田市民ホールでそれぞれコンサートを開催する予定だそうですが、新装版の発売記念イベントということで、辰巳さんの故郷である大阪藤井寺市の隣町に位置する商業施設有尾八尾で2019年3月以来約4年ぶりとなる発売イベントも開催しました。久々の地元への凱旋イベントとなったこのイベントは2公演行われましたが、合わせて1000人ものファンが詰めかけたそうで、ステージ前はもちろん吹き抜けの2、3階からエスカレーター周りまでびっしりと人で埋まり、辰巳さんにかっこいい、素敵、お帰りなさいなど声援を飛ばしていました。そんな地元のファンたちに帰ってきましたと力強く挨拶し、心機一転はもちろん大阪ということで、なにわの花形、なにわ月、大阪夢明かりのオリジナル3曲を歌い上げた辰巳さん、ようやくコロナ禍の対策も緩和され、サイン入り色紙をCD 購入者に言葉をかけながら丁寧に手渡していきました。こういったファン一人一人を大事にした活動がランキング1位の結果として実ったのかもしれません。イベントの後には、小学生時代からここに来るのが大好きでした、こうした歌のイベントが当時からたくさんあり、事務所の先輩の水森かおりさん、そして男性演歌歌手として尊敬する山内圭介先輩らのミニライブイベントを随分見聞きさせてもらいました。子供の時に山内先輩と一緒に撮っていただいた写真は今も僕の宝物と話しました。紅白歌合戦にも出場している山内圭介さんは、各地でライブツアーを毎年行うなど活発な活動でも知られます。演歌以外にミュージカルがやりたい、そして映画も機会さえいただければ何にでも挑戦しますという辰巳さんも、多くの活動を通してファンを喜ばせている山内さんのような歌手を目指して決意を新たにしていたのかもしれません。そんな辰巳さんは来月21日からも愛知で同じ演目となるみその座6月公演が行われ、8月19日には北海道室ガス文化センター室蘭市文化センターで爆笑喜劇と歌謡ショーの豪華2本立てになっているという辰巳勇斗一座特別公演を開催予定だそうです。山内さんが第二の故郷という北海道で素晴らしい活躍を見せてほしいですね。もちろんこれからの活動や新たな挑戦も応援していきたいですね。今回は以上です。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いいたします。